ハンカダフ勢力が使用している旗。この旗は1951年から1969年まで、リビア王国で使用された国旗であった。2011年リビア騒乱では反対派、野党派のシンボルとなった。上の旗同様に、リビア反政府勢力が使用している旗状の、旗同様に、リビア反政府勢力が使用している旗状の、旗同様に、 リビア反政府勢力が使用している旗。反カダフィ勢力では、リビアのムアンマル・アルカザーフィー政権に反対する諸勢力に関して取り上げる。これらの反対勢力には、2011年、リビア騒乱に抗議して、カダフィ政権から離脱した外交官や軍人など政府交換を含む。以下は、カダフィ政権の統治に反対を主張しているとされる、勢力の一覧である。 2月下旬、当初のデモが拡大して、内戦突入が避けられなくなった頃、すでに解放されていた、東部各地に、自治政権が誕生した。その中でも、2月27日に、ベンガジで結成されたリビア国民評議会は、規模の点でも、代表のムスタファー・アブドルジャリルの知名度の点でも、頭一つ飛び抜けた存在であった。内戦拡大につれて、 各地の自治政権の統合が進んだ。3月5日には、ベンガジで大規模な会合を開き、ほぼ全勢力が国民評議会の参加に入った。8月22日、首都トリポリが陥落。反体制派は勝利を収めた。各勢力から大議員が選ばれ、最高意思決定機関である評議会が構成されている。また、義勇兵は、 軍事委員会が統率している。異なる勢力の連合体であるため結束力はそれほど強くなく、内戦中には路線対立から軍事委員会の参謀長が暗殺される事件も発生した。ありがとうございます。